こんにちは。海の日の今日は二十四節気の一つ大暑です。一年で最も暑さが厳しくなる頃とされていますが、今年は暦よりも早い時期から暑さが本格化しています。札幌では先週金曜日、最高気温が30度を超えた日から熱中症で救急搬送された方が急増しています。さらに日曜日から月曜日、34度から35度、猛烈な暑さになり、さらに倍増しています。屋外よりも屋内、中でも住宅内での熱中症というのが一番多いんですね。部屋の中の温度は28度を目安にエアコンや扇風機を使いましょう。また夜の間や早朝の熱中症というのも発生しています。寝ている間やお風呂に入っている時というのは、小さいペットボトル1本分ほどの汗を気づかない間にかいています。脱水状態に陥っているかもしれません。意識的に水分補給をするようにしましょう。4連休中も熱中症にお気をつけください。それでは今の旭川の様子です。空が少し霞んで見えます。今日で10日連続の真夏日です。午後の天気と最高気温です。日本海側やオホーツク海側ほど日差しが多いですが、昨日ほどではないものの、今日も PM2.5 が多くなっています。特に東北やオホーツク海側の方、屋外で長時間過ごすことは控えた方が良さそうです。霞んだ空でも内陸は30度以上です。夕方以降も熱中症にご注意ください。太平洋側の雲や霧も次第に晴れてきますが、道南はすっきりしない空続きそうです。変わって今の帯広です。こちらも日差しが出ていて、今日は30度まで上がります。週間天気です。連休中は各地晴れて、旭川や札幌、北見で30度以上の真夏日が続くでしょう。日ごとに蒸し暑さが加わってきます。その原因が南から北上する予想の熱帯低気圧です。週明けには道内に近づく可能性もあり、火曜日を中心に雨風が強まる恐れもあります。最新情報をご確認ください。